はい、どうもこんにちは、アビキョウです。アンスコやっていきたいと思います。今回のアンスコは特別編第2弾ということで、荒野の魔女ガチャリベンジ編やっていきたいと思います。残り47個開けると SSR 以上のアイテム確定しますので、その確定分でですね、荒野の魔女絶対に引きたいと思います。前回のガチャではね、くしくも動物の魔女2匹というね、まあ、そんな悲しい結末を迎えたんですけれども、もういいでしょう、そのノリは。今回はさすがに出していきたいと思います。もういろんなね、配信をしてるとね、荒野の魔女魔女引きました、荒野の魔女無料で出ましたみたいなね、ご報告ないしマウントをいただくんですがね、その度にハンカチをキーッと握りしめてですね、もう地獄に落としてやるよみたいな気持ちでね、もう皆さんにね、コン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 藁人形打ったりなんかねしているんですけど、今度はマウントをね取る側になってやろうじゃないかと。もちろんトイレ掃除しております。よろしくお願いします。最初の10連引いていきたいと思います。最初の10連、でや、まあね、ここはちょっと序の口みたいなとこありますから、いいね、凶楽の魔女。特に何も出てないかな。あー、全部紫芋。わー、素敵な紫だな。綺麗だね。僕のイメージカラーといえばね、一番は虹色なんだけど、多分その次に紫だと思うんでね、紫芋が増えることに関しては、僕のエネルギーが増えると言っても過言ではない。20連目、やっていきます。いでよ。はい。もうなんか最近引きが悪い。ちょっとこの前のパチンコで引き使いすぎたかな。さあ、それでは第3回目。一発じゃ足りないのかい。二発目をおかわりしたい。三度目の正直なんてないとは言わずにここで出て。それ三度目の正直。もういいだろ、茶番は。この10連で決めよう。ガチでこの衣装ください。さあ、それでは。10連引きます。対戦よろしくお願いします。あっ、来た。冷静に、動物の魔女ではない。うわー、すいません、タイム。これえぐ、やってることえぐくない、これ。普通3連続動物の魔女なんやけど。もう勘弁してくれ。勘弁してくれ。何をしたという、僕がガラティアに。50連目いきたいと思います。まあ、光らんと思うけどな。まあ、でしょうね。そんな気しかせんかったわ。あ、でもなんかもらえた。あ、10連いけるやん、これで。すっと引かされたし、すっと出てないんだけど。あー、宇宙の魔女のアイコンまでありがとうございます。痛み入ります、お気遣い。はい、というわけで30連分エコ入れてきました。もう合計何連目か忘れたので、テロップで出しといてくださいな。早めに出るという気持ちがない。確定分まであと20連、残り10連いきます。引っ張るね。確定分まで引っ張るね。もう本当にやめて、本当に動物の魔女だけやめて。マジで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 本当にやめて。えぐいよマジで。やってること200連以上上げてるからね。だってこのアイコンボーナス手に入ってんやから、200何十件上げて4つ動物の魔女ガチでえぐいぞ。やってること、ほんまに冗談抜きにして、もう許してくれ。みんな助けて。猫ちゃんなでよ。猫ちゃんハンドでいくぞ。最後の10連。てや、お願いお願いお願い、本当にお願い、動物の魔女だけやめて。嬉しい。パチンコで言うならば、1000回転ハマった後に3000発引っ張ってきた時みたいな嬉しさだけど、とりあえず嬉しいやつだこれ。深で中の深で、でも取れたら嬉しい薄いところ。よかった。あー、嬉しい。ガチャ出てこんな嬉しいのガチ久々すぎるかもしれん。とりあえず衣装の全貌見ていこうか。うわー、めっちゃ綺麗。お、邪魔すんなよ。うわ、すげえ綺麗だ。人間の目だな。人間のアイシャドウ、いい。アイシャドウが綺麗だよ。胸元光ってるね。目はやっぱ一緒だ。これ素肌やん、首。やーば、超美人なんだけど。アンの顔面の美人さが、いかんなく発揮されてるな。は
い、というわけでね、実際にランク戦で荒野の魔女を使ってみました。編成が囚人曲芸師マジちゃん空軍、マップは固形村、人格が上凸人格でコントロールさん、凶暴さん、怒りさん、特質は興奮を積んでいます。いや、この衣装ねマジで最高だわ。みんなこの衣装ってさ、あの顔が結構ね綺麗な顔してるんですよ。普段のねアンの衣装とは結構タイプの違う顔してて、まあどちらかっていうとちょっと人間味のある。でね、メイクもめっちゃキラキラで可愛いし、左目からだけね涙が流れてるアシンメトリーな感じも超オシャなんですよね。だからこそ、その実際使うとね背中側しか見ないから、ハンターってね。まあどうなんだろうなと思ってたらね、この衣装背中も完璧なんだよね。いや、それがすごいわ本当に。この白いベールがねほんといい味出してるわ。正面から見るとね、この全体紫の衣装の差し色みたいな感じにしかね見えないんだけど、後ろから見るとこのベールのねひらひら感でめっちゃテンション上がるわ。これはね、猫噛んでたから、あの重白シルエットが見えたので興奮バッチリ、準備 OK で、これで空軍ダウンですね。いや、めちゃくちゃいいわ。でさ、正面見るとさ、胸元の五芒星が、まあ固形村がちょっと暗めのマップだからっていうのもあるのかもしれないけど、めっちゃねほのかに光ってて、いや、いいんだよね。武器もちょっと光ってるの分かるかな、これね。武器の先っちょもちょっと光ってるんですよ。このなんか異能感がいいね。枝も光ってるしね。なんか能力があるんかな、この枝とかさ、頭から生えてるね枝、武器の枝、まあ、どっちにもきっと意味があるんだろうね。で、あのもう一個やっぱ衝撃的なのがこの猫ちゃん、見てよみんな、超モフモフすごいモフモフなんだよ。なんかいつもより大きくてさ、アンの猫って結構スレンダーな猫なんだけど、普段の黒猫ちゃんとかね、まあそれ以外のハチワレちゃんとかは、シャム猫ちゃんもそうだし、なんだけどこの衣装の猫はねちょっと長毛種なのでモフモフなんだよね。もはやなんか猫というよりかはちょっとサモエドぐらいのなんか中型犬にすら見えてくるモフモフさでさ、マジで最高なんだよな。で、今回携帯品はさ、鳳凰柱をつけてるんですけど、鳳凰柱がね、この衣装容赦も絶対似合うんですよ。絶対似合うこと間違いない。容赦って結構白く光るんだけど、胸元のね五芒星の光と結構ね相性いいと思うから絶対似合うんだけど、僕はやっぱねダントツでね鳳凰柱を押します。で、その理由としてはやっぱこの衣装って火あぶりになってるんで、荒野の魔女だから裾の方がね燃えてるんですよね。これ曲芸救助狩りですね。ね、裾の方が燃えてて、で、この炎の感じ、鳳凰柱ってやっぱさ炎をイメージさせる色してて、この火破りになった魔女がその炎のねなんか色を使ってるっていうの超エモくないですか。やばいよね、マジでグッとくるよね。で、もう一個理由があって、この荒野の魔女ってねどんな異能を持ってるかっていうと、植物とね話せる、植物の気持ちがわかるっていう異能があるとされてるらしいんだけど、鳳凰柱のさ携帯品ってさ花なんだよね。これめっちゃ良くないですか。だからあの花びらがね結構ひらひら散るんですよ、鳳凰柱の携帯品って。それがさ花びらにも見えるしさ、あのね焼けてる時に飛ぶなんかね、なんか破片みたいなあれにも見えるしさ、マジで最高だよね。だから鳳凰柱との親和性はねマジでえぐい1だね。鳳凰柱にとっても荒野の魔女が一番合うと思うし、荒野の魔女にとっても今んとこ鳳凰柱が一番合うんじゃないかってね僕は思いますね。いやーマジで最高だわ。この衣装めちゃくちゃ顔がいいからさ、あの後ろ姿しか見えないハンターってどうなんだろうって思ってたの。実際使ったら後ろしか見えないわけじゃん、どうなんだろうって思ってたんだけど、この白いベールのたなびきが美しすぎて、もう背中もパーフェクトなんだよね。で、全体的にさ、あの紫の衣装なんだけれども、こう鳳凰柱をつけることでまたそこにさアクセントがあるじゃないですか、腰のところにピッとね。これ最高ですわ。衣装の良さを700倍ぐらい鳳凰柱がね、まあもともと8000兆倍ぐらいねめっちゃいい衣装なんですけど、まあ何に対して8000兆倍かはちょっとよくわかんないけど、ありとあらゆるものに対して8000兆倍いい衣装なんだけど、まあそれを700倍にするのが鳳凰柱かな。699倍が容赦かなっていうふうに思ってますね。うん、っていうぐらいマジでこのね携帯品はね鳳凰柱みんなぜひゲットして使ってほしい。いや、この立てる杭がさ、いつもはなんかお墓みたいな感じなのに枝なのがマジで可愛いよな。青い花に対してね腰にオレンジの花つけてるのもいいし、でさ、みんなほんと見てほしいんだけど、このモフモフ猫ちゃん多分ふわふわだと思うんですけどね、正面から見るとね毛並みがねすげーテカテカしてんだよ。なんかもうオイリーな信じられないぐらいテカってんのね。もうで、なんでなんだろうなと思ってたの。なんかモデルのなんか関係でテカっちゃうのかなと思ってたんだけどさ、これね、まあ理由は何にせよさ、油かけられてるからだと思ったらもうめっちゃ悲しくない？やばいよね。火あぶりにするために猫ちゃんも燃えてるからさ、一緒に燃やされたと思うんですよ。油かけられて、だから猫ちゃんの毛質オイリーって考えたらすげえ涙が止まんなくなっちゃって、今すごい情緒不安定なんですけど、まあこんな感じでとりあえずね荒野の魔女1戦目ね、あの無事ね、通電前に3人釣ることできました。で、こんな感じでね、あと試合はね、もう消化試合なんで終わっていきたいと思いますが、皆さん、この衣装めちゃくちゃいいのでね、たとえ4回 SSR 行って3回動物の魔女ね、1個荒野の魔女で宇宙の魔女出てなかったとしても、もう悔いのないぐらい最高な衣装なんで、皆さん、ぜひゲットしてください。